シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。妖怪の剣はワイルドタイガー&バーナビー使っていくってやつね。さあ、というわけで今回はワイルドタイガー&バーナビー使っていきたいと思うぜ。いや、この子ちょっと使ってみたけどマジやばいわ。まあ、ワンパンエッセンスがすごいということで評価されているけども、そもそも殴り火力も友情コンボも両方ともやばい。というわけでまずは簡単なクエストで友情コンボを見ていきたいと思うぜ。さあ、行ってこい。両船、最後まで一手で駆け抜けよう。はい、オッケー。で、全員超戦型解放している。レベル解放もしている。で、過激全部持っている。あ、有益はつけてないよ。さあ、これで行ってこい。はい、オッケー。で、まあ、この友情コンボには、超バランス型と、まあ、カウンターキラー、この両方乗せることができるし、そもそもね、両方とも貴族性の友情コンボ。さあ、超バランス型がしっかり生きて、まあ、大ダメージを出してくれると。さあ、頼むよ。これも一直線で当たりに行く。おお、半端ない削りで、ボス戦。まあ、こっからよ。こっからがマジ重要。まあ、いけるのか。じゃあまずは、2体触れてプリプリプリシーパーで、プリプリしていこう。さあ、行ってこい。ナイス、一瞬。一瞬すぎる。まあ、そりゃ、まあ、このクエストはね、超絶だから、まあ、それは当然なんだけども、普通にね、こうないのでも、やっぱこの友情コンボは生きてくるよ。もう目の前、このパワー、どう、半端ない。あー、これはいけるか。まあ、2体当たればいけそうな感じではあるけど、あい、楽勝。いや、ラストどうかな。あの 1P が結構重要だな。おお、弱点よくね、これ。おお、オッケー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 。オートジャベリンってだいたいいつも思った個数より1、2個多く出て得した気分にならない。はい、というわけで優秀な友情コンボ持っていますと。それでは高難易度いってみますか。さあ、というわけでまずはゴーデスノクターンでワンパンしていきたいと思うぜ。いや、マジでこのワンパンエッセンス優秀すぎる。まあ、というのが、ボス必中、弱点必中、この両方を兼ね備えている。で、だから本当に現実的にワンパンを狙っていける。うん、だからと言ってんのも、ここ最近、ちょっと当てづらいモンスターたちが登場していたから、まあ、それと比べるとね、すげえ狙っていける。かと言って、倍率を下げられてるとかも、そんなこともなく、ちょっと右側見てもらうんだけども、今回、ポテトさんから倍率引用させてもらっているぜ。ありがとうございます。いや、マジ最近ほんと難しい計算増えてて、俺の実力ではもう出せないものがね、結構あるのよ、本当に。だから、今後引用させていただきます。よろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンク貼ってるんで、よかったら皆さんご覧ください。よろしくお願いします。ということで、見ていくと、2段階目追撃 18.8 倍もらっている。で、これにカウンターキラーと超アンチダメージオールが乗って約36倍。さらに超バランス型も乗ってくる。なかなかじゃない。さあ、行ってこい。ボス必中と弱点必中。なんか上でやってても下行ってくれる。なんかたまたま倒したな。ごめん、リング、クリティカルで。さあ、ぶちかませ。深い深い眠りの中に、おやすみ。オッケー。いいね。オッケー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 。ちょっと、初めからノクターンに行ったのなんかわけわからんけど、カルナとかからすればよかったな。いけなかったら怖かったけど、まあ、というわけで、ね、こんな感じでいけます。で、まあ、自強化倍率、一見低く見えるけど、これは、いろんなね、攻撃力上げるアビリティ豊富についてるから、全然ね、そんなことはない。バーナビーもいるし、追撃も優秀だしね。さあ、撃っていくぜ。
弱点にグリグリって入るのやめて。行ってこい。頼む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 。いやいやいや、言ったでしょ、言ったでしょ。あ、行った行った行った。おお、ここはもう強すぎて殴ったらもう追撃の前に倒しちゃうから、まあね、こんな感じ。うん、さあいいね。まあどんどんちょっとやっていきますか。さあというわけで次はダウトで使っていきたいと思うぜ。でこのダウトちょっとややこしい仕様があって、まあダウトだけではないんだけども、ダウトの本体殴った場合、ダメージの威力下がってラインにね届かないのよ。でもダウト その弱点が出る場所、上と下出ていなくてもその部分を殴ることによって、下げられずにダメージを与えることができると。ややこしいよな、弱点必中なのに取れると思ったら、まあ、そういう仕様があると。弱点のあるとこ以外に触れた場合は、殴った場合は減衰するというのがあるのよ。うん、やり込んでる人でも、もう、わけわからんってなってしまうやつだから、これは。さ、まあ、多分これ失敗すると思うから、まあ、見といて。あ、多分今、上殴ったんかな？弱点が、本来出る場所。ちょっと上と下の上を。うん、ほらね、こんな感じで。というところね。仮面ライダーの方は、しっかり自分動いて弱点通ってバッて殴ってるから、まあ出ると。そう考えると、あの人、やばいな。いや、この人もすげえやばいんだよ。やばいんだけど、うん。この人はこの人のいいところがある。さあ、ということで、ちょっとまたやってきたわ。これでいけるかな？あ、いたわ。いったいったいった。これ、上の方ね。このパワー！うん、オッケー。ま、という感じですわ。うん。豪絶様で使っていきたいと思うぜ。やっぱここでしょう。もう完璧にギミック対応していて、殴りも友情コンボも両方ともしっかり活かしていける。で、さらに強力なワンパン SS を持っている。それもここでね、十分使えると。で、結構ターン数長いんだけども、今回即必殺はつけてない。今見てもらったように、SS ターンブーストがあるから、溜まってくれんのよ。さらにしっかり倒している。で、なんかサマすごい雑魚敵多いのよ。だからこの SS ターンブーストすげえ生きてくる。まあそれを想定してんだろうな。まあ、こんな感じ。いっぱいいるでしょ。で、あそこに乗っけて、まあこいつ倒しておく。入れましたけども。で、この人、超バランス型と超アンチダメージウォール、さらにカウンターキラー。まあそれが、殴りに乗ってくると。だからまあすごい火力をね、出していける。まあ、さらにね、ブロック外しても、ゲージ倍率ほじほじがあるから、まあ、攻撃力をキープすることができると。さらに、クリティカルもある。まあ、そういうのがね、やっぱ、高難易度ではかなり輝くから、まあ、やばいな、本当に。うん。はい、オッケー。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。で、しかも、ステータスも、なんか、しっかりもらってんだよな。なんか、いや、強くね、マジ。で、上の、たまたま2個を倒して、ちょい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 。それハマってしまったら片方、ダウンもらえねんでな。じゃあ、強引に入って、あいつで倒してもらう。はい、オッケー、完璧。で、次が、まあ、中ボスのステージ。ここも雑魚を、まあ、一瞬で倒していきたい。いや、でも、にしてもよ、ほんと、ワンパン SS に SS ターンブーストは、なかなか、やばいよな。なんか、しかも、十分火力出るしな。そこが、本当に、恐ろしい。
まあ今後ね、持っとけばよかったってなる可能性は十分高いかなと。まあワンパンキャラ持っとけっていうことわざがあるじゃねえか。あんのよ、モンストにあんだけど、やっぱりコラボのワンパンキャラっていつ活躍するかマジわからんやな。本当に仮面ライダーとか特にそうよ。まあ、ここで、サマでも大暴れするし、もうダウトでも大暴れ。いやそういうことがあるから本当に怖いのよ。最近で言うと短縮持ったワンパン SS でヨルさんとかね、実際天まで活躍してるしな。あーちょっと倒して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 、おー友情コンボ。こういう刺さりをね期待してるわけじゃないんだけども、で、まあ、同じように短縮できる SS を持っててワンパンでもうしっかり火力があるということで、まあ恐ろしいな。あーちょっとこれハマれるわけねえか。おーオッケーオッケーっていう情報も、もうなんか若干入った。オッケーで、この後のステージにジョヤベルンがいっぱい出てきて、その間にハマるという気まずいステージがあるんだけども、まあ、そこでもターンブーストは生きてくるな。で、まあ先に言っておくんだけども、まあ、俺さっきこのクエストでもう SS 打ってきたのよ。結論言うとワンパンキャラとしてもう十分強い、もうほんと強いんだけど、あのギリワンパンできないんだよな。これがその紋章とかもうつけて、過激も今回みたいに全部持っていても、ちょっと残るのよ。だからワンパンしたいんであれば、他にね火力上げる要因、守護獣とか、まあバフとかそういうのをやるか、ボスの体力を結構削ってあげる。もうあとね数発殴っていけるぐらいのとこまでやってあげるとワンパンがいけるというものはあるんだけども、まあ仮面ライダーね、なんでいけたかというと、着点を2回殴るんだね、上からドドンって。だからいけてんのよ。だからこのタイガーとバーナビーの SS のね火力、さっきも言ってるけども、あの十分高い、低いってことはないから、うん、ライダーのその SS のあり方がここにねちょっとがっちりハマりすぎてるというわけね。うん、で残ったとしてもボス2で仕留めりゃいい話だから、というわけでやってみますか。うん、まあ倒していくでしょ。まあやっぱりギミックに完璧に対応してるっていうのはすごい利点だと思う。でもね意外とその当てるのねちょっと難しいかもしんない。これライダーって減速壁に貼り付けてたんだけど、こっち無理なんだよな。ちょっと削っとくよ。シールドンが破壊されると防御アップすんのよ、ボス。それが結構危ないし、意外とね、削ってしまう、ボスを。こうやって横勘したいけど、ちょっとランチャーパネルもなんか怖いな、乗っけるの。ごめん、ちょっともうちょっと削ってしまうわ。なんかこういうのが結構あって、意外と、むずいから、本当になんかまあ、ボス2で使ってみたみたいに、ボス2で、ね、打って、安定して終わらせるっていう戦法が、まあ、いいのかもしんないな。さあ、というわけで、やっていきますか。まあ、こんだけ削れば、まあ、絶対ワンパンいける。縦勘を決めたい。行ってこーい！よし、OK！ OK、OK、OK。いいよ。で、あとはボス必中と、弱点必中。安心して、サマを、まあ、ぶっ飛ばせる。はい、オッケー。なんか仮面ライダーファイズを思い出すな、このアニメ見た時そんな思わなかったけど、さ、ま、そんな感じですわ。うん、普通に大当たり。うん、はい、よかったらお試しあれ。次の方やぜ、あまよう。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の宴会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。